お,かんをおさ幼いお顔のちゃん、していますがおいくつでしょうか?。中学1年生の13歳です <laughs>。今日暖かいよね。そう、今日暖かい。どすこいって気合い入れないと。どすこい。そう、ココちゃんだ。よいしょ。明日から冷え込むらしいよ <laughs>。明日から冷え込むの <laughs>。大変だ。そう、さつきに今日はね、ずっとお家にいて、お家でね、いろいろやってたんだけど、明日はね。 お出かちするから明日寒いんか <laughs> あ明日寒いのかああまあ、まあ、いいよね、まあ冬の醍醐味だ <laughs> 制服の目公演ユニット曲の狼とプライドはさーちゃんミヤビームの中学1年生コンビが見たいねさつきもやりたい <laughs> ちょっと楽しそうあれさつきもやりたいですねかっこいいかっこいいありがとう 三十一日。大晦日の。昼公演申し込みしたよ。当たりますように。<laughs> 当たるといいね。こんばんは。やっぱり。たる、たるちち、たるちち、たるちちだったらもうね、違うんよ。たぬきなの。どっちしとビアビア、ローカルとプラダ確定から楽しみです。どうだろう。でね、だからね、さもね。やりたいですね。どっちしさん、こんばんは。こんばんは。 寒寒いな寒いなな中学中1だと制服大きめだよねそうちょっと大きめかもそう結構大きめかも <laughs> のでもねこのねオープニングアクトの時のね制服もね一日一日ずつ一日ずつ違ってね最初が緑2日目青3日目ピ,ピンク赤だったんだけどねもうすっごい可愛かったもうあれねめっちゃ好きですね <laughs> の通知表は大丈夫そう大丈夫そうどうだろういやあのね3以下は取らないと自分で思っている <laughs> そう多分大丈夫だよ多分ね多分多分 <laughs> よいしょテストもね平均点以下取ってないから多分ね大丈夫大丈夫 <laughs> よいしょ 来週はいよいよよクリスマスですねククリリススススママス予定はクリスマスの予定はママとご飯を食べるそうでもねなんかママが多分ねケーキとか買ってきてくれるからもうあんまねまだ予定決まってないですチラチラありがとうたルンピク,クリスマス給食にケーキ出るかなどうだろう <laughs> くしゃみが出ちゃう クリスマスマ給食出るかなでもね小学校の時はね出たよあとなんかチキン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 が出たお楽しみ当たったら材料も減るねありがとう緑と白 <laughs> ありがとうダブルビームのユニットみたいダブルビーム <laughs> いいよいいないいでしょう,う頑張ってくださいありがとうねね制服の目さつきも楽しみですそれ前に大みそかもあるけど <laughs> ここんばんんんばばははありがとうございますでもねめっちゃねオープニングアクト楽しかった <laughs> クリスマスもだけどお正月のお年玉はたくさんもらえてるかなもらえてるかなでもねそうさすがいとこが多いからしかもね中学生になったからちょっとね期待してる <laughs> したらね何買おうかなーと思ってますね楽しみワクワク ミヤビームも配信始まったおミヤビームヤホー <laughs> そうねでもね昨日もね終わった後ね事務所に帰ってねミヤビームと事務所でねお弁当食べてね事務所でねちょっとねお菓子食べてね帰りました <laughs> 一緒に <laughs> 結構ねこの3日間ずっとミヤビームと一緒にいたこん,ん、ま、こんばんはこんばんはこんばんは でね、ミヤビームがねメイクをね研究しててねこの3日間でねこの3日間ですっごいね上達したのって言ってた <laughs> そうねなんかね今日はあんま違うみたいなこと言ってたんだけどねつき的には全部可愛いからねよく分かんなかった <laughs> で全部「ああそっかー」って言って <laughs> 全部可愛かったけどなんとかして落とし年玉にたいちょっとねこれでクッって <laughs> 画面上でキャッチするようじゃん よいしょこんばんは、ま、こんばんは、まありがとうやってること同じ双子 <laughs> そうでもいにいたずっとこんばんは、ま、こんばんは、ま、よいしょ <laughs> さつきちゃんかわいいかわいい <laughs> ありがとう今度リアルお話し会行きたいなと思ってるやったぜひ来てねそう行ってくれたら多分ねわかるよ <laughs> ありがとうこんばんは、ま、こんばんは、まああ よいしょこんばんはありがとうございますババおじさんだからサンタさん来ないから残念だ来ないよ <laughs> さつきはねまだ来るかもしれないけどちょっとねババおじさんだったらね来ない来ないわ <laughs> かんない来るかもねよいしょむしろ顔小さすぎるどうだろうわかんない <laughs> よいしょこんばんはこんばんは。よいよ。 こんばんはー。こんばんはー。そう、でもね。オープニングアクト、オープニングアクト席があってさ、もうすごいね。そう、ありがたいことにね、サイリウムね、降ってくださってるね。方もいてね、すごいね、楽しかった。<laughs> よいしょ。およ,いしょよいしょ。こんばんは。こんばんは。その時はタヌっぴと、何話そうかな。ね、何話そうかな。そう、だよね。 さつきとね,ね緊張ほどっててきたら多分ねさつきからで、ね、お話しすると思う <laughs> 一応ここは母ちゃんの <laughs> 一応ここはちゃんのオタクしてるからさつきちゃんの好きなのは内緒ねえじゃあね内緒ね内緒 <laughs> ありがとうハートハートありがとう今豚汁作ってるいいね冬の豚汁最高だ 私ね豚汁だったらなんだっけ里芋が入ってるやつが好きでだよ <laughs> こんばんは来年ステイの公園行きたいなと思ってる広島住みだからなかなか行けない家だろあー広島じゃあここはちゃんと一緒なんだねいいねいいねそうぜひね見に来てくださいしたらね別にあれだよさつきとここはちゃんのねサイリウム振ってくれてもいいよ <laughs> いいよでも秘密だからね 頑張ってくださいありがとうよいしょ、ちらちら <laughs> よいしょココハーおもろい、ココハーおもろいココハーちゃんおもろいよ、めっちゃん <laughs> うん、めっちゃ面白かったうん。七列目の真ん中でさあちゃんにさあちゃん探してたよ、さあちゃん探してた <laughs> 真ん中で、ね、真ん中いいねそうそうありがとうこんばんは、こんばんは、うん、よいしょ ち、ね、ココちゃんめっちゃおもろい中のココハちゃんめっちゃ面白かったことがあったんだけどね何か忘れちゃったあそうその帰りの時にねココハちゃんとかココハちゃんはななさやちゃんさつきでなんか <laughs> 私がさ19歳の子たちのところに入ったんだけどさその時にねなんかみんなはねケーキだったらね何っぽいかみたいな話をしててねめっちゃ楽しかった <laughs> でココハちゃんココハちゃんさつき何 っぽいって言ったんだけど、あのあとあのチーズケーキっぽいって話をしたんだ。ココハちゃんがチーズケーキで、さつのねあれだあとね、ココハちゃんチーズケーキ、花南がプリンアラモードで、さやちゃんがショートケーキだった。<laughs> でもココハちゃんがさやちゃんなんかお嬢様っぽい感じがするから、えっとあのガトーショコラガトーショコラって言ってた。<laughs> こんばんは。あの人は特殊人物。いいじゃん。 オラ北海道だからなかなかこう行けないオら北海道なのか北海道今寒いね頑張れ <laughs> こんばんはこんばんはこんばんは昨日のランチはあ今日のランチは分かんないなんとかビュッフェでした食べ過ぎましたけど美味しかったですねおいいね次はねビュッフェ行ったらまず、えっと、好きなもの取るじゃん食べるじゃんパン焼くじゃんなんか焼けるじゃん食べるじゃんカレー食べるじゃん デザート食べるじゃんでまたカレー食べたりする <laughs> あんま食べれないんだよねも <laughs> ともとココハちゃんがスクールにいた時から好きで STA に加入したら STA も見てるけどないだのおしましがおしましがいいよおしましがってねココハちゃんにはね秘密だから <laughs> STA がなぜか欲しいったそう, <laughs> そうなんか 話してること想像つくそうそうなんかね、な花なプリアラモードっぽくないめっちゃめっちゃ花なプリアラモードって感じがするそれかね、いちごのムースかっていう話をしてた <laughs> なんか甘い感じすごいな、北海道はね。もう寒いここやちゃん STU さん詳しいなそうそうね、広島、広島行きたいなうこんばんはこんばんは うん、でもねさつきっちり弱いから <laughs> あれだけどねでももしね広島行ったらねコ,コハちゃんに案内してもらいたいなって思っています <laughs> こんばんはこんばんはもうん、でもねあんまね最近ね旅行もね行ってないからねそう行きたい広島広島何が有名なんだろう食べ物なんだろうでも一回ねコ,コハちゃんからなんだっけもみじまんじゅうもらったもみじまんじゅう そう初め初めらへんもみじまんじゅうもらってねなんか選ばせてくれたのいっぱい味があってねでさすが抹茶取った <laughs> でもねそうでも普通なんか普通の味もねめっちゃ迷ったの抹茶取った <laughs> よいしょタルじゃあタルっぴプリアラボード作ってみてあ確かにプリアラボード花なに渡す <laughs> こんばんはこんばんはよいしょ まあまあ、お好み焼きあそうだ広島のお好み焼き有名だお好み焼きかきそうだお好み焼きだ私お好み焼き好き <laughs> ね食べたいお,お好み焼きそうだそうだお好み焼きだよいしょもみじもみじまじゅうねかきも有名なんだあとねあれだよねレモンレモンってこの前言ってたような気がする <laughs> よいしょさつきちさつきちだよさつきちさつきちだよ <laughs> よいしょカチもねえカチ有名なんだ初めて知ったねえ美味しそうよいしょよしょ「広島はクレープみたいにか皮を焼いてそばを投入そうなんかあれだよね麺が入ってるやつそう,そういうイメージがある <laughs> 美味しそう広島お米引き食べたいな今日よいしょ」 ねえでもお好み焼き食べたい広島レモンとかきとお好み焼きあともみじまんじゅうかねえ広島行きたいなでも広島遠そうだからカキフライ昨日食べた味げたて美味しかったいいねカキフライ私もねつい最近食べたカキフライお昼ご飯だったけどねいいよねカキフライわかる美味しいカキフライ <laughs> こんばんはこんばんは ありがとうございますちらちら <laughs> ありがとういひょおかきフライねめっちゃ美味しいよねい広島や夢タウンのお好み焼き一番地でつい食べてしまう、えー、美味しいんだいいなぁ早速行ってみたい美味しそうこんばんはどういう売れ時計つけてるの売れ時計はねなんか銀色のやつも持ってるしなんだ そうでもおのお話し会の時につけてたあのピンクとなんだピンクと白なやつもあるしさ近きママがね買ってたベージュのやつもあるよ <laughs> <laughs> そうそういっぱいあるよみたいなスーパーへーいいね今夜ははなちゃんカラオケ配信見るのかなカラオケ店だからめっちゃ楽しみですねそうなんだ見るよ見る見に行くわ <laughs> はるちゃんね歌上手だからこんばんはこんばんはレッスン中つけてるのうん、うん、レッスン中は外してるでもね帰り行き帰りつけてる <laughs> いいよ誰だスーパー好きかなスーパースーパー好きだよなんかいっぱい売ってる <laughs> そう結構ねお母さんと一緒にねついてたりするけどねスーパー楽しいねお母さん的にはねスーパー行ったらねいっぱい売ってるじゃん物を。 だからね買いすぎちゃうなって <laughs> 私もなんかこれ買ってーって言うから「こんばんはこんばんはありがとうございます」「ママのおつかいそう」ママ「マママママにね頼まれていくこともあるし一緒に行く」「結構一緒に行くこんばんはこんばんは」こんばんはおー「はらちゃん今日カラオケお店なんだいいね」「絶対見るよ見に行く」<laughs> 何時頃なんだろう お菓子を勝手に囲認でるんだねそこまで言ってないそこまで言ってないけど <laughs> ていうかね私ねチーク菓子菓子なの結構ね最近ハマってるからさチーク菓子チーク菓子ハマっててねあのママに買ってって言ったらええー、って言いながらね買ってくれる <laughs> よいしょこんばんは、ま、こんばんはトロッピ食べすぎたらアザルシーになるアザルシーになる <laughs> アザルシーにならないように気をつける <laughs> よいしょハートハートありがとう 明日から寒くなるみたいですへちょっと嫌だけどねだって今さこれね結構ねペラペラなのでもそこまで寒くないから明日からまた寒くなるんだ大変だ <laughs> こんばんはこんばんはありがとうございますこんばんはこんばんはこんばんはずっとハーフツインでね、うん、でやっぱねでみんなの12キロこのねなんかみんなハーフツインに合うって言ってくる言ってくれるからね 今日はねクリップラハーフツイした <laughs> かわいいやったありがとうこんばんはこんばんは二度見ましたこんばんはこんばんはありがとうさあちゃんかわいいねありがとうイエーイ <laughs> こんばんはこんばんはありがとうございますクリップでねしたのクリップだとねやっぱね簡単 そうねねあのねゴムのやつだとね絡まっちゃうのすごいね絡まっちゃうからやっぱねそうかんたんおてがる頼むからみやびちゃんもハーフツインしてあげてハーフツインでみやびちゃんねハーフツインできるかしらそう機会があったらねやってあげるよ <laughs> なんかね自分のハーフツイン難しいけどね他の人にだったらできるような気がする <laughs> うまいこと考えたらそうクリップでやりましたおでもね結構ねこのクリップねクリップよくやるう <laughs> ちゃんハーフツインからハーフツインやってた <laughs> おーハーフツインいいよねさつきね一番好きな髪型ですねアイドルさんもねハーフツインかハーフツインかツインテルが好き <laughs> おめっちゃ好きですでもね結構ね結構みんな まあね、ここをねここここの部分の髪の毛をね三つ編み三つ編みあみ込みにしてもらっててねそれも可愛いからね2回やってみたいなと思った <laughs> クリップがクレープって言われてこえたクリップですクリップ <laughs> うこんばんはこんばんはありがとうございますうんでもはなちゃん何歌うたんだろう今日カラオケ配信 楽しみじゃない <laughs> 何歌うかなはなちゃんさつき予想するうーんでもあれじゃないあの12月のカンガールーとか歌うんじゃないわかんないけどさつきの予想12月のカンガールーを歌うとなんだろう何歌うかなでもねカンガールー歌うと思うよはなちゃん <laughs> よいしょ肩サイドにちょこっと三つ編みめちゃくちゃ可愛いねこうちょこっとここらへん ここら辺でもね私ねここら辺からねここら辺にかけてね三つ編みにしてねここでね結んでねみたいなやつねよくやるあれね簡単なのよいしょ今年のクリスマスプレゼント欲しいもの当たるといいですねそう来るかなクリスマスプレゼント来てほしいあのう、ー、んなんだろうでもねさね最近ねブーツが欲しいの新しいねブーツが欲しいからそうクリスマスプレゼントブーツで。<laughs> よいしょタヌちゃんは最強ツインテールだからねそう最強ハーフツインテールです <laughs> よいしょこんばんは、ま、こんばんはトラピ似合ってるありがとうあ X の写真かわいいねおありがとうそうねあのねパーパーこっちだったかなこっちだったか忘れたけどねなんかねそうポーズなんでバリエーション考えた時にねなんかねユアニャンユアニャンがねよくねよくこのポーズをやってるイメージがあったからさ よしゆあにゃんの真似しようと思って <laughs> パワーポーズにしたこういうやつよいしょかわいいありがとう好きになっちゃったとか歌うかな歌うかなどうだろう <laughs> ねでもね歌ってほしいな <laughs> こんばんはこんばんはさつきし何でも買ってあげたいあ嬉しい <laughs> でもねでもクリスマスペルテッド何が届くかな何が届くかなサンタさん来るかな <laughs> でもね 1> 私一年多分いい子にしてたから着てほしい <laughs> ブーツめっちゃ大人に見えるねそうなんかねめっちゃブーツが好きでねよく履くのでもね黒いブーツぐらいしかね大体持ってないから欲しいい <laughs> <laughs> でもねさつきもね最近ね全然あれカラオケ配信できてないから したいあと思いつつ,つ,つ <laughs> そうだからねまたカラオケ配信すると思うと思う <laughs> 煙突あるの煙突ないから窓から入ってきてほしいたぶんさあの煙突ないんだね窓からどうぞどうぞ <laughs> そうお菓子入りのブーツ欲しいからお菓子入のブーツ欲しいお菓子好き <laughs> い,いよ 不法侵入いや、まあ、ね、サンタさんに関してねサンタさんに関しては不法侵入ないから <laughs> よいしょかわいいありがとう好きになっちゃったそう好きになっちゃったね歌ってほしいなめっちゃ好きになっちゃった好きハマってますそう、だからね私も一回ね一回一回カラオケでね歌いたいなと思って今練習中 <laughs> もうんエントスないそうエントスないの ね、でも煙突ね煙突から入ってきたらびっくり <laughs> <laughs> もうだからね窓からひっそり入ってきてほしいですねよいしょ多分ドアから入ってくるよおっすごい正式の玄関から入ってくる <laughs> <laughs>、うん、半月後には正月様神様を不法侵入しちゃうよあまあ神様だったらどうぞどうぞでもね神様不法侵入がないからね多分なんか 何だろう通過してくるよね <laughs>。いいよ練習頑張ってください。ありがとう。たぶ、ね、んねスンって入ってくると思う私の神様のイメージなんか幽霊とかがさよくさ物触れないみたいな感じでスンって入ってくるサンタさんは窓から入ってくる <laughs> いいさ。練習頑張ってください。頑張るよ、うん。勝手に他人のお家に入るのは犯罪です。いやサンタさんは適用外。 幽霊さんは入ってくんやい幽霊さんは入ってこないと思う <laughs> もう多分入ってきてない私ね冷感ほんとにないからでもねまああれかなそうさつきかじなかったらいいかなと思ってさつきチャックは靴のサイズいくつ靴のサイズ私めっちゃちっちゃいよ22.5か23です <laughs> <laughs> そうだからねこの前の衣装のローハーもね1人だけちっちゃかった <laughs> こんばんは、ま、こんばんはどうやっるブーツは大きい多分大きい22.5ねなかなかね靴のサイズがないのそう結構大変ね23だとね結構ね大人のブランドだったのねそうち,ちっちゃいちっちゃくないおっきいの大きいからあんま履けないけど小さいなそう小さいんだよね こんばんはこんばんはありがとうございますもうでもねもうウインクちょうだいウインクキュランキュラン <laughs> そうウィンクすると口が開くこっちできないんだよねウインク潰っちゃう <laughs> でもね私ウィンクでうまいからこっちはできるこっちこ,こっちできない <laughs> ルッピ自分なんか二十八でもきつくなってきた、めっちゃサイズ大きいね。さつきと五センチぐらい違うね。<laughs> すごい、五センチ、これぐらい、これぐらいか。こんばんは、こんばんは。二十二点五じゃ、バブちゃん用しかないのか。そうなの、大人用履け代二十二点五。足も背も伸び盛り、伸び盛り。そう、伸び盛り。でもね、身長はね、徐々に伸びてきてる。 そうこの前もね花なと身長一緒ぐらいだったギリまだ花なの方が高いかった <laughs> そうでね結構ねでもねみゆびちゃんにはねもう勝ったよ多分何センチ目標何センチ目標かうんうん足のサイズはねでも23か23.5でいいかなで <laughs> そうないんだよそうなんだ。ねえ私の友達ねあのめっちゃ足身長も高いんだけど足もねめっちゃ大きい子がいてねその子の靴もすごいよ、ね、私一回ね履いたら、ね、ブカブカだった <laughs> <う>サンタさんピンポン押してくるかもよさつき寝てるからお母さんがひっそりね玄関開けてほしい。<laughs> お礼のウィンク返しキラーンキラン <laughs> ハーンハトハトありがとうよいしょでもね友達にはねあのなんか足のサイズがねおっきい方がね身長が伸びるんだってでもさそうでも足ちっちゃいからさそっちもうすぐ身長止まるかも <laughs> おうできたよいしょそう何から足がちっちゃいと靴がね そう身長も伸びないし靴も履けないからねちょっともうちょっとね伸びてほしいおいしこんんこんばんは,んばんはメリーさんみたくサンタさんも電話してきてくれればいいのよねメリーさんみたくメリーさんちょっと嫌だけどね <laughs> 怖いじゃんサンタさん今どこどこにいるの <laughs> ちょっと嫌だちょっとねひっそり来てひっそり置いてひっそりね帰宅してほしい <laughs> 足大きいので背伸びなかったあっじゃあね大丈夫だね大丈夫だそう足ちっちゃくても背伸びる余地はある <laughs> うんじゃあ大丈夫だこんばんはこんばんはありがとうございますよいしょでもねお弁当がねすごくおいしくてね1日目なんだったっけ1日目忘れちゃったけどねでも全部おいしくてエビフライが入ってる時があったのエビフライ もうめっちゃ美味しかった。やっぱね冷めても美味しい、そうお弁当ってすごいなと思った。もう私お弁当がね好きだからね結構テンション上がった。も <laughs> うめっちゃねうしかった。こんばんはこんばんは。うんでも今日はね朝ごはんはねそうママがね今日ママでお仕事だったからあのおかゆおかゆじゃないおかじゃないけどね。 それ作ってくれててね、めっちゃ美味しかった。煙突ありますか、今からいきます <laughs>。やだー、ひっそり入ってきてほしい。美味しくて、二個食べちゃった。いや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 、さすがに一個食べた。さすがに一個だけ。<laughs> そう、一一一月前に背が伸びて成長て痛で。痛った成長痛、私ね、まだなったことない。 でもね身長がね伸びる子はね身長うん成長痛経験あるみたいでねすごい痛いって言ってたやだこんばんはこんばんはお腹すいたなねお腹すいた私もめっちゃお腹すいた今日はねじゃあ30分までやりますのこんばんはこんばんはありがとうございますでそのオープニングアクトでさ入ってくるじゃん で私あの強,強きものをやった時ねあのこ,こうあるじゃんこうあるとしたらこっち側にね立ってたのしたらねめ,ななんかめ,めっちゃねそう、女性が多いなと思ってたらね女性専用レーンだった専,専用の場所だった女女性と子供の子がさおるところでさめっちゃびっくりした <laughs> 一番最初すごいびっくりしたあれおおって思ってよい STE は お弁当がいいらしいよ。今どうかな。今もめっちゃ美味しいよ。もうね。毎回楽しみにしてる。<laughs> こんばんは。こんばんは。小学校六年生かな。走り高跳びしたら成長痛なんか足が痛くて痛くて。ああ、痛そう。走り。幅跳び、高跳びか。走り高跳びね。さすがね。一メートルぐらいでね。離脱した。<laughs> あ、で、え、嘘。一メートル二十センチはいけた。気がする。 でもねすごい子ね150センチとかね飛んでたからねその時のねさつきの身長より飛んでたさっちゃんお弁当ハンバーグもらえたのあどうだろうハンバーグもらってないかもいや食べたわハンバーグ嘘もらった <laughs> 多分いいな女性席なら女性ファン多いよねそう初めてあのその一番最初びっくりしたよねあれおおみたいな <laughs> こんばんはこんばんは そうでも横見たらさ違うから「あれれ?」と思ってその後話したら「あそこそうだよー」って言われて「あそうなんだー」ってなった。<laughs> よいかわいいありがとう。たぬっぴ電車の踏み切り遊ばないでね遊ばないよそう。でもびっくりした。<laughs> そ,うそうな強い日ものようで入ってきてさこうやってスッて待ってるときさ「あれあれれ?」みたいな内心。びっくりしてた <laughs> よいしょ 走り高跳びらでね。でも走り高跳び意外と得意だった。走り幅跳びは苦手だったけど。あの走るの遅いから <laughs> 関係あるかわかんないけどめっちゃ苦手だったな。でなんかリズムリズムとるリズムリズムをね自分の合ったリズムを知ろうみたいなやつだったけどね全部よくわかんなかった。 年少組がハンバーグってここはちゃんにてたじゃあさつきもねハンバーグ食べたわ <laughs> そうでもね本当においしかった 3, 3日間三日間お弁当えびフライ弁当かプリン弁当だったらどっちどっち選ぶプリン弁当 <laughs> えどうなのプリン弁当ってあれ何プリンがおかずでご飯だっけってことだったらえびフライ弁当かも <laughs> よいしょこんばんは 走りたか飛びってバーをくぐる競技だったよね違う <laughs> バーくぐるの違うえ走りたく飛ぶやつさ棒があってさこうやってひュってひュって飛ぶやつかってうんああ、するよ縄跳びはね私ねすごい下手だったからねあんましなかったけどあやとりはね結構得意だったから八段ばしごとか作ってた。 勉強ししてて、ね、やってました。めっちゃ楽しかったもうそうね縄跳びねめっちゃ苦手でねさつきね二重跳び一回しかできないのあのさ連続でシュッ,シュッ,シュッってやってる子いるけどさ全然できないどれぐらいの高さまで跳べるの多分ね1 2 0ンチぐらいまで跳べたような記憶があるけどでもね最近全然やってないからわかんないすごいんですね <laughs> さつきちゃん、あり得意しそう私ね鉄棒ほんとにね苦手だよほんとに何にもできない何だったらできるんだろう逆にあの何、ー、だ何だったらできるんだろう私逆に分 <laughs> かんないそうでもね機械運動機械体操機械体操がねすごい苦手だった記憶があるなんかね なんだっけ測定測定もね全然できないの苦手で何だったらできたっけでも今年もねそうあって測定さつき側転できないから,だから補助割の倒立とかやってた <laughs> 倒立ねまだ大丈夫こんばんはこんばんはタロッピバレエバレエね私バレエも全然できないでもね一回やってみたいなとは思ってる <laughs> よこまはこんばんはさつきちゃんは飛び箱に突撃していくイメージを正解だよ <laughs> 飛び箱も苦手ー飛び箱も苦手なんだよ <laughs> 前回りもマットから外れていくスタイルですね正解 <laughs> 本当にできない前髪が決まってるねでしょもうね本当にできないの前回りもね肯定も苦手 全体交転苦手ですね。そうだってねそのんだでもね全体交転まだできるまだできるけどねなんか斜めてっちゃう <laughs> 研究生で爆注言ってた先輩だよすご絶対できない <laughs> 他の12期生に任せた爆注 <laughs> も,もう絶対できない私の限界はね全体で全て <laughs> あとなんだろう飛び全提もできる開脚全提も一応できる。 工程も一うできないよ爆中難しいじゃんいやね友達もねめっちゃそういうの得意な子がいてね首羽大気になんかゴンってやるやつあれやってたすごかったでそれ見てわーってやる係番食い競争が得意やろあれ得意だよ <laughs> 足遅いけどあれ得意だった鉄棒は鉄棒も全然できない ほんとね、鉄棒だけはねめっちゃできないの一番できないダ <laughs> ルピア工程工程じゃなくて好転の子犬ちゃん <laughs> そうほんとね好転もうね機械運動がねすっごい苦手なのあれあれはあれでもダメだ全部できない <laughs> 飛び箱もねあでも飛び箱はね調子いい時はね6段ぐらいまでいったよ調子いい時はね <laughs> よいしょサツキチはマット運動もボーリングもレーンから外れていく姿が想像できるお正解 <laughs> よいしょでうね本当ねできないのいろいろとまあこんばんは,んばんは運動ちなのかなかな運動ちだよ <laughs> 本当ね苦手なの運動は苦手運動苦手球技はねそこまでねあれじゃないんだけど苦手ですね 走るのは遅いけど <laughs>。あれはできるバ。バスケも、バスケもそこまでね、めっちゃ下手ってわけじゃない。バレーは意外とできる。ドッジボールは逃げてくせんもん。でしょ、ドッジボール投げるのはね、投げるのはね、あ、うんまあうまくないから。でもね、受ける、キャッチすることは、丸できるから、キャッチして、強い子に渡すっていう役割 <laughs>。うん。あとね、でもね、すごいね、ドッジボールはね、逃げるのがね、 得意だから。結構最後まで残っちゃってね。怖い思いをしたことがね、いっぱいありますね <laughs>。運動苦手も可愛いからいいよ。やった。ありがとう。キャッチできるの天才。そう、キャッチではできる。投げるのは無理。へなチョコ。十 <laughs> 二期運動得意なメンバー多くない。そうだろう。なんかね、バスケやってたりね。バスケやってたり、みんなバレエやってたり。え 置いてかれてる <laughs> 運動神経悪いよかわいちありがとうじゃあね今日はこれぐらいにしましょうかね <laughs> えー、えも、ー、うじゃあね今日はありがとうございました配信またねオープニングアクトの話とかねなんだオープニングあとね11キロ先輩とかねいっぱい話したいことがあるからまた近頃やると思いますそれでは ここまで見てくれてありがとうございました。ありがとう、お疲れ様ありがとう。じゃあ頑張った頑張ったありがとう。バイちゃー、バイちゃー。それではありがとうございました。バイバイ。嬉しかったよー。おやすみなさい。お疲れ様またねー。たんちゃんありがとうございましたましたー。